ちょっとこの動画を見てほしいんやけど、安楽投手が後輩をいじめてるように見えんか？やられてる選手は一切笑ってなくて反応も薄い。常習的にこのようなことが行われてるように感じるわ。安楽投手に関するパワハラ疑惑は、ロッカールームでの下半身露出強要や平手打ち、罵声、金銭の要求など多岐にわたっていて、球団は安楽投手の処分を検討中なんやけど、子供たちの夢であるプロ野球選手以前の問題だよな。これはまるで小学生のいじめみたいやん。いい年したおっさんが何やってるんだよって言いたくなるわな。希望に満ち溢れた新人のプロ野球選手をいじめて本当に楽しいんか？告発した人も相当な覚悟が必要だったと思うし、球団には真摯に対応してほしいもんやね。今回の処分の内容を世間はしっかり見とるで。今後もこんなことが起こんないような処罰にしてほしいもんやな。みんなは今回のパワハラ疑惑についてどう思う？